どうも、雑草野球少年りょうすけです。ピロリンです。と昨日の動画に引き続き、今日も、まあ、このうちのおかん、のいや全然良くないなあのうちのおかんがなんか YouTube に出たいということで、今回はなんか僕の昔の話をするということで、はい、まあ、見たい方はあまりいないと思うんですけど、いやでもね、なんか昔の話って聞きたいよね。今だっていきなり150キロ投げてるっていう、ね、皆さん思ってるじゃないですか。そこしか知らないんで、もう彼の子供の頃知ったらね、みんな知ってると思います。ねえ、まあ、そうです。ねえ、もうね、彼、まあ、幼稚園のこと、この頃から言うと、あ、どっちかっていうとおとなしい子供やったんですよ、幼稚園の時はね。なんかぼーっとしてる、前言ったらクレヨンしんちゃんの坊ちゃんみたいな。そんなことはない。いやいやいや、そうやったそんなタイプだったんですけど、幼稚園の時から柔道をやってたんですけど、父親が柔道をやってたんで、でその関係で柔道をやってたんですけど、で小2の時から野球をしたいって言い出して、でもなんか幼稚園の時柔道やってた時も、お前負けて悔しないんかってお父さんに言われて、でなんか悔しいふりしてたよね悔しいふりしてたくみたいな。柔道はなんか負けても悔しくなかったねえ、別にただ、うん、なんか体感だけで十分やった。そうですね、うん、なんですけど、まあ小2の時から自分で野球したいって言い出して、で始めたんですけど、これまたね、この間もお話ししたんですけど、どっちかって言うたら体カチカチでバレないっていうね、うん、そうやな、うん、タイプでだったんですよ。まあ、足とかはそんなめっちゃ遅いわけじゃないんだけど、うん、そうそう、なんかしなやかさとか、まあまあそんなあるわけではないんですけど、力で投げるというか、あ、そう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 、感じでした。はい、なんかね、ただ肩強いとか言われてね、はい、どっちかっていうとね、多分力は強い方やったよね。だからその力だけで投げるっていうタイプの、まあよくあるあの不器用なタイプのピッチャーだったよね、少年野球の時は。今も言うてるか分からんけどね。で、そうやね、もうね、そのあのスタイルはずっとそのままって感じなんですけど、でその少年野球の時に、まあ、皆さん彼はケアばっかりやってると思ってるかもしれないですけど、実は彼がやったケガって一つなんですよね、少年野球の時。そうなんです、そうなんです、あれ実はよくある少年野球なんかね、彼もいまいち分かってない、子供の頃で、でちょっとあんまり賢くないんで、まあ、分かってないんですけど、その怪我の話をね、今日はちょっとね、あの話がしたいと思います。いいですか？あ、いいですよ、はい。あの子供さんが野球されてる、まあ、少年野球とかされてるね、あのお母さんとかお父さん、ぜひ聞いていただきたいんですけど、まあ、彼の場合は、ね、比較的人より力が強かったんで、まあ、これってね、少年野球の時に投げれば投げるほど、でもそんな投げても初めは全然気がせえへんかったんですよ。なんですけど、うちのチームね、結構デンジャーなチームやったんでピッチャーやった後に大体野手で投げたりみたいな。で帰ってからまだ練習するっていうね、もう練習さえしたら強くなるみたいな感じに思ってるチームだったんで、まあ確かにそれで強かったんですけど、だったんで、もう連投で、それこそ一番よくある剥離骨折、肘の剥離骨折の一番初めやったんですよ。もう大体これ少年野球の子供が通るとこなんですけど、まあ、うちのチームでは絶対ね、ほぼ全員剥離骨折やってる。そんなことない、ピッチャーだけ。いや、ピッチャーだけで、ね、うん、ピッチャーで、ピッチャーの子はほぼあの剥離骨折してるっていうような時代だったんで、でこの子剥離骨折して、で、まあ、それがちょっと治ってね、うん、もういいよ投げてもってなったら、今度またガンガン投げるんで、でよくあるあのこっち側のその剥離骨折って、あれ骨についてる筋が剥がれたみたいな感じの剥離骨折です。子供の剥離骨折って折れるんじゃなくって、だから筋が伸びてる状態のまま投げ続けるんで、今度こっち側の肘のあの肘をガンガンこうね、こう反るようになるんで、ここが当たることで、まあ、骨がだんだん壊死していくというか死んでいくっていう状態で、で気がついた時にはね、小学校5年生の1月に急に肘痛いとか言いますね。まあ結構予兆はあったんやけど、うん、なんかね、うん、それで行ったらもう1年野球するわけだからね、もうサッカーでもしないよっていう。監督コーチが怖いから、あのなかなか肘痛いって言い出せまあまあまあね、
なんでそう、多分皆さん少年野球されてる方はみんなそうやと思うんですよ。親御さんもやらせてあげたいし、で子供もやりたいし、言い出せないっていう状態も多いと思うんで、そういうことも多いんですけど、でこの子の場合は本当にそれで1年できなくなって、でそれもまあ壊死した状態なんで、よくあるなんかこれが中学生ぐらいになるとよくある野球肘っていうやつなんですよ。死んだ骨がパカッて外れて、で関節に入って関節が曲がらなくなったら野球肘っていうやつ、ネズミ、そうそうネズミ、よくあるネズミっていうやつなんですけど、でこの子はもうとりあえずまだそんなにはなってないんで、まあちょっと保存療法をしようということで、その小学校6年生って言ったら中学2年生まで保存療法やってたんですけど、中学2年生深夜いたんでね、なんかそう中学2年生ぐらいになってやっぱり練習ハードになってバット振りまくるし、でねファーストさせてもらったんです。結構やっぱり投げるんで、ちょうどここにもうロックしてしまって、でそれでもう手術 しなくちゃいけなくなってしまったっていうね、怪我だけなんです。それで言うたらもうずっと怪我してるんです。怪我してた期間が長かったんで、もう実はその怪我だけなんですね。そうやね、なんか大きい怪我、大きい怪我ってもう本当にそれだけで、小中の時はそれだけです。で結局その怪我もあのいいお医者さんに手術してもらって、これまた今でももうプロ野球選手になってるような、同じ手術をしてプロ野球でね、活躍してる同じ先輩もいてるぐらいなんで、もう手術自体はもう本当に普通の肘に戻るように手術してもらったんで、今もう投げれてるんだな。だからまあまあそれだけなんよ、ね、実は、まあ、あとはもうヘルニア持ってるっていうだけなんです。でもヘルニアももう私高校終わって、で自分でトレーニングしてる時に腰痛いって言い出して、でそれでヘルニアだっていうことが分かったよね。そう、まあ、あの時もう野球やめるかなと思ったけどね。いや俺はそんな思いやほんでなんか手術するとか言うたんですけど、であるトレーニング施設に行っていいトレーニング方法を教えてもらったんです。腹圧を使ったトレーニングなんですけど、まあ、腹圧の意識が結構ついたことによって、まあ、腰が全然痛くないですし、それが逆に急速アップにつながって、ね、本当にもう私あの大学に入った時にもうそのヘルニアになった時点で、ああもう凌介の役人生はこれで終わったなってちょっとだけ思ったんです。そんな思った。じゃあ結構難しいやろうなと思った。だってヘルニアってさ治れへんやん。まあ確かに治れへんっていうかさ、なんかその治る方法あるとは思ってなかったから、手術するしかないと思ってたから、だからそれでそれから全然ダメだね。そうトレーニングしてしだしてからで全然ね、あの腰も痛くなくなったんで、それで言うと一石二鳥ね。なんか腰を治そうという気持ちで、まあ、トレーニングやったりそういうなんか意識を持つだけで、やっぱりこことかに意識が置かれることによって、まあ、重心の意識とかが大きくなるんで、そういう意味でピッチングにそれがつながって急速アップにつながったね、はい、だからそれが、まあ、彼の場合は何が良かったかって、あの小さい時に、まあ、怪我をしたことで体をメンテナンスっていうのをちゃんとしなくちゃいけないっていう考えもついたし、でそれに野球やりたい時期にできなかったね、その野球をしたいっていう気持ちが多分人一倍多いと思うんですよ。そうですね野球したいっていう時期があったのにもかかわらず、野球できる時期に野球やらないっていうのは一番僕からしたら意味が分かんないことなので、ね、だからでもまあそれが今になって考えたら自分のためにやってたよね。そうだから今一生懸命頑張れてるし諦めずにやってる、まあ、少しずつなんか結果がついてくるとやったらできるんやっていうね、これ成功体験みたいなので積み重ねていくことっていうのがすごい大事だと思うんですよ。で、ね、彼の場合は小学校の時に成功体験で言うと、もうあのそんなね、もう彼もねそんなねめちゃめちゃできる男っていう感じで、それこそ、まあ、チーム結構強かったんで5年生の時に6年生のチームに入れてもらって、まあ、レギュラーで出してもらってたんですけど、その時彼サード守らせてもらってたんですよね。3番サード、ね、3番サードでピッチャーもさせてもらいながら、
まあ、サードしてる、うん、決勝の時に、全国大会で、2位になったチームかな。全国で2位になったチームがあって、1人プロ野球選手になってますなってるチームなんですけどでそのチームと戦ったんですけど、その時に、まあ、彼がサードでエラー2個ぐらいエラーやってる。でまあなんせちょ緊張するよね。でも結構サードって緊張するんじゃん。いや緊張とかじゃなくて、うん、あのバッターがまあ170センチぐらい小学生で、せやね、普通に打球が怖かったそれもともとサードやってなかったもんね、はい、でまあその時それこそうちのチームのチーム事情がピッチャーね、みんなそれこそ怪我したりできなくなったりするしたりして、こう配置替えみたいなのがあってね、たまたま彼がサードさせてもらった時にエラーして、その時にね毎日私のお店の前でもうあれ何作戦やったの、勝手にグローブに、あ、そうそうそう、勝手にグローブに入る作戦っていうのを私が考えて、で毎日このコロコロっていうのをこうやって、ね、やって、でもう勝手にこう小判でこうやってね、チャンチャンチャンってもう反射的に取れる練習をしたいのね。そう、で勝手に体に覚え込ませる。そうそうそう、それを1日200とかね、やってまたその次の試合に挑んだんですよ。でまたその次もあれ準決勝だかな、あ決勝やったかな、あそう決勝だから、決勝があのその全国2位のチームだから、うん、1回戦の時に確かあの2エラーぐらいしちゃうんですよ。そう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 、でで決勝にもそれで出たよね。まあその時も今度は早急エラーしてしまったんですよね。でまあ結局負けたんですけど、まあでもあのうちのチームは6年生が3人 でまあ6年生が上手だったんで、まあ、連れて行ってもらってたんですけど、あとは5年生なんでね、まあまあ全国2位のチームは全員6年生で、もうなんせすごいチームやったんで、165センチ以上の人が確か6人ぐらいで、なんで、まあ、勝てるチームではないんやけども、あの時にもね、なんか最後早急エラーしてしまった。あの時私はね、なんかね大泣きしたんですよ。でなんでかというとね、もうこれってなんか、まあ、先輩にも申し訳ないですけど、もう私の中ではもうあんだけ練習したのになんで神様はミスなくさせてくれへんかったんやっていうね、なんか悔しさというだったんですけど、あとでこの間ね彼に聞いたので、なんかあれは取る練習はしたやから、取るはちゃんと取れたけど、うん、投げるんで、そう投げる方の練習してなかったって言うてねそう、あそうかと思ってね、そうなんかちょっと力入りすぎてあのめっちゃ飛んでいったんですよ、そうそう、あのボールがだからなんかその時の経験もそうなんですけど、で私はそれを最近知ったんですけど、彼はその時の経験は取ることはもうそれでね、うん、自分はあの成功体験してるんですよ。なんか勝手にそれこそあもうトレーニングしたら勝手にグローブに入ってくるっていう経験をしてるんで、でできたんですね。それの自信はついてたんで、でその後の彼の野球人生の中でそれがすごく生きてるんだよね。多分だからなんかあの何か自分が一生懸命こう苦手なことをしたらできるようになるっていう経験が今のトレーニングに出る。そうですね、やっぱり成功体験がやっぱり大事だと思うんで、世の中やっぱりその成功体験を、させてもらえる人であったり、そういう人に、まあ、出会えるんが一番、まあ、成功体験しただその分あの自分でやりたいっていう気持ちがやっぱり出てくると思うんで、うん、はい、でなんでもしこれを見てる少年野球やってるとか中学野球やってるとかっていうね、まだこれからのお子さんをお持ちの父兄の方はぜひね子供さんにこういうね、あでも失敗っていうのはね、やっぱり成功の母なんですよ。失敗したからそうやってね一生懸命することができるんで、それをプラスに変えて言ってあげるようにしてあげるのが一番いいんじゃないかな。 そうです、ね、その経験を積んだことで今度は自分が
やり始めるっていうね。そうです。で、親に言われなくても、まあ、でもね、少年野球の時ってね、本当親に言われるとやらないよね。そうだね。で、自分からやる人っていうのはなかなかね、なかなかいないです。まあそう、無理やりやらすのもあんまり良くないと思うんですけど、今考えたら、やっぱりこの時間だけはやるよって決めるとか、そういうのはちょっと必要かなっていう、まあ短い時間でやらせてあげる。で短い時間でちょっとした成功体験っていうのを積み重ねてあげるっていうのがね、子供にとったらすごくいいことなのかな。そうそう。あとは毎日毎日がその成長につながってるよっていう感覚で、あの見れるような、まあ、ゲーム感覚というか、そういう感覚の、あ、そうね、うん、まあ、やっぱりそういうのをあのやっていった方が、まあ、子供的にも楽しいんじゃないかなっていうのがあるので、はい、ぜひそれをやっていってほしいです。はい、小学校の間、はい、ぜひね、はい、小学校の間楽しく、はい、でそれでいて、そういうね、いろんな経験させてあげて、まあ、悔しいこととか、まあいろいろあると思うんですけど、やっぱり、まあ、野球やって始めた以上はやっぱり楽しいから野球始めた人の方が多いと思うので、やっぱり楽しいんで、親とか、まあ、コーチの方が、まあ、なんていうの、あのめちゃくちゃなんかあの厳しいというか、そういうのもあると思うんですけど、やっぱりそこを一つ我慢してね、楽しく野球をさせたら一番小学校は大事じゃないかなって思います。はい、ということで、ぜひね、はい、皆さんのお役に立てたらと思いますね。はい、はい、じゃあいきます。はい、ではまた、ゲームセット。